トーマスいた方が全然強いだろうけど、正直日本がちゃんとやってたらずっとガーナには負けないんじゃないかなっても思いますけどね。アフリカはそういう、知的にサッカー突き詰めるみたいな文化ないから、それこそセネガルとか、まあいろんな国ありますけど、なんかヨーロッパのトップクラブで活躍する選手がいっぱい揃って、それがレギュラーにバーっていて、そういう洗練されたサッカーを、ピッチ上で、やれる状況が整ったみたいな時はアフリカ強いだろうけど、普通に国内の人と国外の選手がごちゃ混ぜになってとかになると、まあチーム的な戦い方はアフリカのチームはできないです。そういう時期のアフリカのチームと当たると強いと思うんですけどね。どの世代見てもクロス対応とかできないし、守備も連動してないし、でも全部をパワーで解決みたいな感じだから。そう、日本人はそういうのをちゃんと受け入れる要素あるし、チームスポーツっていうところを理解できる国民だから。アメリカとかも本気になったら強いと思うんですよね。野球とかバスケとかアメフトとかちゃんとチームスポーツとしてやるじゃん。個人の力はあるんですよ。よくあるね、ガチメンじゃなくても多分普通に日本がちゃんとやったら勝てると思いますよ、ずっと。その日本がね、少子化だったり、国のサッカーを成長させるための組織みたいなのが進化するところがちょっと腐ってきてるから、そこどうするかですよね。貫いた自分束の間のキング。